戦後有名な財閥でありました住友銀行の頭取をされました堀田正蔵さん、あの方は素晴らしい方でありましたが、社員に訓示をするときには前もういつもいつも決まってきたんですよね。もう本当に最後になるとそれだけでしょう。ただ一つになる、何か怒るな、威張るな、焦るな、腐るな、負けるな、この5つだけだったという。そしてそれを人に言うだけでなくて自分がこれを完全に実行したんですね。怒らない、威張らない、焦らない、腐らない、負けない。これ住友の社員が言ったから本当だと思いますが、これを自然にノートしなくても覚えられるんです。ということは今申し上げた5つの頭文字を取るとどうなりますかね。怒るな、お、威張るな、い、焦るなの、あ、腐るなの、く、負けるなの、ま。その頭文字拾ってごらんなさい。おい、あ、く、まとなりますね。社員は覚えちゃって、条約のこの、通られると堀田さんが取られるって、おい白馬行く、おい白馬行くってことだそうですけれど、いや、そこにこの一つの自分の信念が出てくる。自分はおい白馬で行くと、それを本当にこう実行していたから、自然に他の者もこれは実行をするようになったんでありましょう。それを分かりやすいためにそこに中に1と2の歌を挙げておきました。一葉ずつ落ちるもみじは一葉ずつふもとへ送る谷川の水、一葉ずつ落ちるもみじは一葉ずつふもとへ送る谷川の水。甲斐和理子さん、お目にかかったことはありませんが、戦前に日本女子大学を出て、そして浄土真宗に入って二層様になる。念仏三昧、瀬戸内海の小島で念仏三昧でもって亡くなったけれども、後にも挙げてありますけれども、こういう素晴らしい歌をたくさんに使っているんで、自ら活動していた大昔者は水なりが分かりにくかったら、一葉ずつ落ちるもみじば一葉ずつふもとへ送る谷川の水。谷川の水は黙々として一枚一枚の落ち葉を黙って ふもとから海辺へと使っていく、この谷川の水、そういう一つの人生観を持とうじゃないかっていうのが私の今日のお願いなんですね。谷川のような水になって人々を打っていきたい。その次に、水に筋骨の力なきもよく万国の船を転ず。万国というのは昔は何万国の船って言いました。今で言えば何トンということでありましょうね。昔は木造船でありますから、鉄骨も鉄筋も使ってない、今のような汽船とは違いますが、その水に筋骨の力のない木造船であってもよく何万トンの水はですね、水は鉄筋も鉄骨もないけれども、柔らかいけれども、一旦波が起きてくると何万トンの船でもひっくり返してしまう。柔よく豪を制す、有名なこの作戦の一つに黒田官兵衛義高の高松城の水攻めっていうのがございましょう。軍兵一人も使わずに水だけでもってこの勝利をこう収めているんです。水にはそういう武装をしなくても、心に武装をしなくても、女性はもちろんのこと、男性をも世の中をも動かすことができる、
そこに大きなこの水の力があるんだと。